うわ、シーズンパー。8時半だな。8時半。前じゃない。前じゃない。前のことは頼んだ。メッシュジャケットの方が涼しくない？あれこれでもダボダボなんだよ。ああ確かにね。なんかきっちりしたやつが多かったね。ああ。お父さんが着とるやつよみたいに。これよりも、まあ、そういうのじゃなくて普通のこのジージャンみたいな感じのデザインで、パッドがこれ全部入るもんさ、うん、これだったら、うん、なんか夏でも使えるかなって普通で。ああ確かに、さすがにこの残量だと片道行ったらおしまいかな、うん、ああじゃあもう無理よ。ああしまった、薬忘れた。薬忘れた。痛み止め。左手首が当たんもん。来るよ。やば、全然入らん。もう終わった。嘘。一瞬で終わった。3リットル。7.6 だから、半分ちょっとか。右行くでしょ。右行く。お前先に出りん、後ろが車に突っかかっちゃうで。8時45分。それ分かっとるな。これ割れてるって言ってもさ、なんかちょっと中にひびが入ってるだけで全然触っても開かないけど。それ今かなり気になったもんさ。あ、そういうこと？そのままそこだけ割れてくり抜けるとバルブランブランになっちゃうじゃん。いけるか。いける。ここから右に曲がって、であとはしばらく道なりに行って、豊橋の街中突っ切って、で市役所の豊橋の市役所の前を突っ切って、で国一がこう右にカーブしだしたところにまっすぐ行く左に路面電車の方向に沿っていく道があるもんで、そこを通っていく。そうか、豊橋路面電車おるもんな。久しぶりだよ。今走ってると思うけどね。なんか何回かそういう話題あって、結局あのイベントやったりしてさ、持ち直しとるみたいだよ。まあ珍しいしな。愛知県内そこだけでしょ。インカムも。ああ、スピーカーのこと考えたらヘルメットも普通に小さいサイズじゃなくて、ちょうどいいサイズじゃなくて、ちょっと大きめの方がいいのか。にした方が無難だよね。あとは内装のパッドの調整ができるタイプだったら、逆にそれで厚めのパッド入れて調整した方が、いいかもしれない。そのジェットヘルのタイプでどこまでその内装の替えが種類があるか知らんけどね。まあまあね。多分このジェットヘルとかさ、あのお父さんが被ってるようなフルフェイスとかのやつのネオも内装変えれるもんで、ちゃんと。あれね、ほんとね、あのさっきそこ通り過ぎたけど、ナップスでフィッティングたまたまやってる時にと言ってやってもらったからさ、
頭のサイズと、この頭の形と、でヘルメットサイズと、であとお父さんの場合後ろのが上の方がちょっと絶壁気味なもんで、そこは空間が空いちゃうもんで、そこを厚めのパッドに1枚変えたら、もうびっくりするぐらいフィッティングしたもんね。何これってぐらい。やっぱやってもらった方がいいんかな。まあ一度やってもらった方がいいと思うよ。でそれで、うん、それはやってもらってんのよ。ああそういうこと。新しいヘルメットでもいい。そう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 。だから今メイン照英でしょ。で新井に変えるなら新井のフィッティングしてもらわないと。うん、だから形違うもんね。照英と今はもう違うと思うけど、お父さんも若い頃に新井と照英どっち被ろうかなと思った時に、やっぱり頭の形で全然被り心地が違ったよね、その時。でお父さんは新井の方が形も好きだったし、頭の形に合ったから新井にしただけであって、でお父さんのイメージからすると照英の方が少しね、丸形状に近い。新井はどっちかってちょっと細身かな。逆じゃない今逆かね。今逆になったよ。あ、そう、逆になったのかな。なんか照英の方が小さくてコンパクトで、なんかうん、尖ってる感じはあるよね。あ、ジェットヘルメット以外で、うーん、ドクルフェイズとかは、うん、多分これ左だと思うから、あ、じゃあ真っ直ぐかな。左行く。ちょっと待って、静岡の真ん中の車線だな。ああ、静岡の書いてあるよ。書いてあるよね。ああ、真ん中。で右行くと国一。あれ、ちょっと待って、ね、もこ。ああ、右行くと違う。伊良湖。左行くと国一。あれ、ちょっと両方国一の看板になってるんだけど。でも行くのは静岡方面、浜松方面だから、多分この車線でいいと思うけどな。ああ、でも本当だ、全部1号になってる。うん。ああ、ラーメン、どっち側かでしょ。名古屋方面に向かう1号。うん、左の方が早いよってことでしょ。あ、そうか、そういうことか、うん、多分ね、これはまっすぐでいい。あ、そうだね、これはまっすぐで。左は右はイラゴ行っちゃうし、で、まっすぐ行ってこの先、ちょっと待ってよ、この先でもまたは同じような感じで分かれるんじゃなかったかな。ここら辺分からんわ、うん、骨もここが混むもんでね、あんまりお父さんもいか、渥美半島行きたいなと思ったらすごい早く出て、うん、ここだって昔の道ないもん。あ、昔の話か、うん、あ、そうそう、あいのバイパスないもんでさ、うん、もうこの今通ってきた道をずっと行くしかなかったじゃん。あ、いやー、だるいよそれは。だからここを早く抜けるために早い時間にここを通り過ぎて、でこっから先ですぐに太平洋側に横断して、うん、太平洋側をなるべく通っていく。そう、その方が快適だし、交通量も少ないし、早いもんで、ね、流れが。で帰りは内海で帰ってくるパターンかな。うん、そっちはまあ地獄だね、渋滞が。道狭いしね、抜け道はまああるんだろうけど、行くと。ね、堂々巡りになっちゃって嫌だもん。畑の中の道でかほとんどだから。今45キロぐらいか。何時に出たっけ ?8 時45分ぐらい。ああ、8時半ぐらいだわ。うち出たのが8時半か。スタンド出たのが45分ぐらいだったような気がするで。うん、やべ、なんか鼻血出てきたもんね。え?鼻血出てきたもんね。うそ、いや、止まるか。いや、お前先行って、止まりたいところに止まりん。すげえ、たらーっとではない。ああ。すげえ出てるわけじゃないけど。うん。あ、出てるわ、これ多分。あ、おじゃもうすぐ止まろうわ。ああ、パンは。あ、でも、あれ、ここまでできないの。え、そんなある、鼻血出ることあるの。なんかすげえ久しぶり。あ、ほんと、おじゃ疲れてるな。それは良くないね。鼻血は良くないね。いいよ、もうなるべく早く確認した方がいいよ。あのヘルメットの中血だらけになるのもよく嫌だしさ、服につくと、あ、血がつくと大変だもんで。いやいや、飲んでるから。なんかでも止まったっぽいな、晴れてこんかった。まあ一回止まりん。うん、ちょっとこの街中抜けてんだけどな、先に。
町中抜けて、ため峠の手前に多分一つや二つコンビニあるかもしれないけど、基本的に田舎になるもんで、あの路肩にパッと止めても別に問題ないと思うよ確か、うん、そんなにも、まあ、出て入れとるな、穴洗いたいんだけど、公園があるといいな、な公園かコンビニだな、もう分からん、この先に湿原があるじゃんね、芋湿原だったかな、この通りからちょっと右に入ると湿原があるんだ、そこまでは昔よく行ったんだけど、このため峠を越えるともうあと途中3日日に浜名湖抜けるまで何もないもんで、だからその手前で止まらないかんから、ここ走っとって左端を左あの車線でずっと走って止まりたいところでパッと止まった方がいいかも。こっからこれ路面電車やんね。ああ本当だ。路面電車一回しか乗ったことないわ。登山乗った記憶がない。乗った記憶がない。なんか仕事で豊橋市役所行った時に、ほう、あるやんって。暇だったから一回乗った。お前すげえ。お前なんで暇だったから乗ったって。で、あの会議まで時間があったからさ。うん。豊橋だからさ、アリアから来るとさ、ああそういうことか。かかるやん。そういうことか。で、早めに出て、うん、思いのほか早く着いたから2時間ぐらいあるわって。うん。警察署か。うん。あ、市役所になった。あ。警察署だったっけ？あれ路面電車だね、これが。うん。何じゃったっけ？まあ一両、大抵一両編成だわね。うん。あ、そうだね。これで左側に行かないかな。あ、これで左側行くの？うん、さらにね。じゃあちょっと左でも行って。なんとなく気があるだけ。これ左側なんか、一番左だけどね。ああそうだね。これはこれ言っていいのよね。いいんじゃない。あ、ダメか。ダメなの。言っていいのかこれ。いいんじゃないの。言っていいのかこれ。こう。後ろの車来たよね。うん、来てる。あ、コンビニコンビニ。ああ。あ、車、はい、いいよ、車先に行かせねえ。なんかすごいね、ラッピングがすごいね。ご飯じゃん。でも乗ったはんか。それは知らん。いけるよ、いけるよ。これはなんだ、一車線なのか。うん、一車線。昔のまんまだからね。名古屋のコンクリート売り切れ。うん。路面電車と並走するぞ。なんかいい絵が撮れたわ。あ、しまった。止まっちゃいかんところに。あ、あ、いやいや、動いてる、大丈夫。まあ、開いてないか。
本当だよ。これね、ハンドル幅が広いからね、あんまり白線によるとミラーかつられたらやらいことになる。かつられそう。で、この道何十年ぶりだろう通るの。あ、線路横切るで気をつけてね。愛知県管ないな。なんか絵的にはいい絵がいっぱい撮れたと思う。なんかずっと真っ直ぐだね。で、一番奥が富士山だったらよかったの。あるやん、富士山の方向の感じで。あの海岸のところね、国立の太平洋側からこう富士山側に登っていくところあるやん。あるね。こんな感じだよ。あ、そうなの。ずっと真っ直ぐで奥までこんな感じですか。一番奥のあの山が富士山。道路はもう多少上に向かって伸びてるけど。写真ではよく見るけど、行ったことは一度もない。昔の国一の時を下走ったのはあるけど、その上からのこう眺めだな、こういう。そうそう、あれはあの一度行きたいなとは思ってるけど。よく行くキャンプ場がさ、そこの道ずっと真っ直ぐ登って富士山に向かって登っていくと、出てくるからさ。あのふもとっぱらってところ？ああ、とか、そうそう、あそこらへん。ふもとっぱらはいいよ。あれも安いし、ゴミも回収してくれるし。敷地が広いから結構自由に好きなところできるし。あれじゃあ夏のバーベキューセットなんか安く売ってそうじゃない？バーベキューセットってさ、炭入れる台じゃん。めっちゃ安いねえ。2000円とかで買えるもんな。普通にコールマンとかあれなんかワンシーズン使ったらもう壊れちゃいそうな感じだけどさ。全然壊れんよ。あ、そうなの。